この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地、全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。黙ってるなんて言ってないだろ。嘘じゃないんだ。昔頭が二つある鹿を見たって言ってた。あれは二頭の鹿が並んで立ってるだけだった。信じてくれよ、侍が生きてた。心から信じて。何か分かったか。ご機嫌よろしゅう。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておく。蓋で米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬが、村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておる。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。Give me!
政子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では兼田の村で待っておるぞ。
よし。タッチを抜け。お番です。お番です、坂井様。何かご入り用でしょうか。心なしか泡の味がおかしく。お探しのものがあるといいんですがね。食べ飽きたんだ。魚が恋しくてたまらない。
死。いい子だ、影。いや！ふぬけばかりか！慎重に勝負。誰かの指示を噂っちゃった。
が行方知れずになってるってことか。しっ、yeah.
り合いが見た。嘘に決まってる。菅田組織は菰田の浜でみんな死んだんだよ。いつどこで見たのさ。病にかかった家族のために生姜を持っていった。なぜ毛子はあのお方を捕らえたのか。金になると思ったのか。または寝返らせる。志村様がおらん。島から出ようとしたが、
狂乱なり行く末を何眺むればそこにありては登るほかなし。Here, you! Stay off! Here, you got me! Get ready, samurai! Merchant!
하노라. 썩지나 않자 마이크. 너 따라서 戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らは民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。
その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。どうした龍蔵、何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ？いや、先に小屋で待っておれ。ジン、ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介な種でしかない。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など忌々しいものだ。おのおの方、潮時です。これよりおじ上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。叔父上。
先生が物見を仕留めておる。さすがだ。Tent negi un bel. Juč piš pe Харву! まず万兵を倒さねば。先生、ケンジとオーテモンの番は？心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。
この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。チンハルボ、ヤスンベ。ベッテリク、アザヘルクテ。おい、ウドクチャハルタ。ハラクウィファイ、ハチスペリ。さあ、敵。ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っ手を行ってください。承知した。抜かるでないぞ。政子殿も。ジン、バンペイがいる。俺が先駆けだ。忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。明暗だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。
ユナの手がいるな。待たせるね。備えろ、ボンペイがおるぞ。待たせるね。備えろ、ボンペイがおるぞ。テンドゥエン、ヤフルビッニタルムンバイスタンザビハルクーベンテルディガディヒューベンフッパせるね。備えろ、ボンペイがおるぞ。おい、うどけくちゃはるだ。はるし。Shit!
危なかった。おい、ウノクフチャ、ハルタ。ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、駒田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。死んでくれりゃよかったものを。他に手立てはなかった。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。
死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。仲間を食わせなきゃならねえ。苦しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。昔の話だ。よせ。まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。食わせなきゃならねえ。しない。友ではないのか。もう昔の話だ。
よせ。まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。コモダで死んでくれりゃよかったもの。締めはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。締めはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。くれりゃよかったもの。締めはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。
よかったものしない。友ではないのか。もう昔の話だ。コモダで死んでくれりゃよかったもの。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ。まだ間に合うぞ。終わったのかな。お前もな、クロウド。共に故郷を救おう。今じゃ猛虎のもんだ。竜造、侍だ。侍がいるぞ。Ah!
答えよ。志村殿はどこだ。Самурай, ырбах шыгуа. さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。藩は豊玉に狙いをつけ、北へと向かった。残された万兵は、我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。青い陣、北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。先生、政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、取りも逃がせない。鶴でないぞ、坂井。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。
見せつけてくれるわ、武士の意地を。大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。逃げてやって、助けてくれ。おい、やしてくれ。門を開けろ、門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら刺客だよ。